おはようございます。速稼塾の久保です。今日もですねメタボ47ということで、47歳の私がですね、体重を85キロを切るまでに今月中にしたいなと思いまして、毎日ねプランクを行っております。今日は5日目でございます。だいたいプランクを始めると30秒ぐらいでね、もうやめたいなって気持ちになって、お腹がプル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 いってくるわけですよね。で1分を過ぎたあたりでもう早く終わってくんないかなという形で、1秒が非常に長く感じますね。で足の方とかお尻の方とかね、それから場合によっては肩の方とかも痛み始めるわけなんですよ。そういった形でその痛みに早く解放されたいなという気持ちもあるんですけども、逆に言うとこの痛みがですね、まあ、筋肉をものすごく育ててるんではないかなというところで、まあ、励まされながらも痛みから解放されたいなと思う、すごくね極めて、難しいところなんですけども、大体1分を過ぎて1分半までっていうのも本当に長いですね。最初の30秒っていうのも思ったよりも長いんですよ。で10秒って一瞬じゃないですか。でもこの10秒がねなかなか来ないのがこのプランクになるわけですよね。で今日はですね、今日はというか昨日から90秒に挑戦しようかなと思ってます。まあ最初は1分で始めたんですけども、大体10秒ぐらいずつね増やしてきて、まあ90秒がいいとこかなと思いますんで、90秒のまんまあとね何日か継続してみようと思います。とりあえず1週間を目指して、その後2週間を目指す、3週間を目指すという形で、最初は1週間というねフェーズを目指そうかと思いますね。で今日は1分37秒で完了ということになりました。お疲れ様でした。